い、本日2月5日6時15分の相場解説になります。これは昨日のね相場解説の模様なんですけども、ゾーンで N を作って、下の方に向かう、売りに向かうということだったんで、そのように私はね、エントリーをしたんですけども、結果としてはねどうなったかというと、こういう形ですね。結果ではないですよ、昨日の時点ですよ。昨日エントリーを私がした時にちょうどこのゾーンで反転して、お、読み通り下がってきたなと。これがそのままこういう風に行くのかなと思っていてエントリーして、それからここにね赤いラインがありますよね。要するにゼロライン設定です。ずっと予想通り下の方に向かったんで、ロスカットラインをこうねここら辺に設定したのをぐーっと下げてですね、もし反転してロスカット食らってもプラスが出るようにしたわけなんですよ。で安心して眠りについたというわけなんですけども、現在の模様どうなってるかというと、なんとですね、売りに向かったのは本当私がエントリーしたこの1本だけなんですよ。その後上昇がぐーっと始まってゾーンを突き破って、ゾーン突き破ったら当然勢いづいてますからね、ぐーっと上昇すると40ピップスほど動きましたね。いや、これを取り損ねたら惜しいなというのを一つと、あとは N の方向にね向かわずに、あ、予想が外れたなっていうことですね。まあ予想が外れたんですけども、やっぱり第二予想として上昇する形も持ってましたんで、ちゃんとロスカットを引いていたんで、結局ロスカット食らったんですけども、昨日3000円プラスですね。3000円ですけどもね、プラスになりました。まあこういう風な戦い方をすれば、まあ負けてもプラス、勝ったら大勝ちっていう形ができるわけですよ。で、私の場合はそういう風にエントリーしてるんで、まあ、どんどんプラスが出るんですけども、今回惜しかったのは、この波動がね、取れていればよかったなって、要するに、これ、この波動をどうやって取るかっていうと、昨日深夜だったんで、なんですかね、予約決済かけて寝ていたんですけども、これ日中だったら、すぐにロスカットの後に買いに入れて、こっちも取ってましたからね。いやー、残念というところでございます。さあ、それでですね、今後の展開なんですけども、ちょっとね、力が抜けちゃったというか、デイリー、大きな、ほら、陽線が上の方に向かいましたね。まあ、ですんで、陰線と言ったのは、まあ、そこまで良かったんですけども、デイリーの方の陽線が大きく出ましたんで、ここからは、ちょっと考えを変えていかないといけないんですよね。高値切り上げで安値切り上げが継続するんではないかなっていう見方も、デイリーの方では大事です。4時間の方、大きな陽線が出ました。そして、ここで、窓をきっちり埋めましたね。窓が出てましたよね、今週の頭で。だからその窓を埋めたのが、やっとここに来てってことなんですよ。こっからは、窓の上の方で推移しますんで、109円の375とかね、109円の785、今赤い線引いてますけども、このあたりが線上になるのかなと思います。1時間ですけども、これだけ強い上昇波を作ったら、もう売りに入ることはあまり考えられません。要するに、売りに入った人は全員ロスカットされてますんで、ここで今ね、109の483で動いてますけども、ここから今度は新しくですね、上昇方面に相場を作っていった方がいいかなと思います。今日は以上ですね。まあ、マイナスにはならなかった、プラスだったんですけども、第一仮説が外れましたんで、ちょっと頭を冷やしてですね、もう一回一から考えていこうと思います。今日は県に回ります。それでは失礼します。